皆さんこんにちは、小葉翔です。今回はですね、大学受験でよくある勘違い5選ということでお話をしていると思います。まあ、今ね、この動画を見てくださっている方はおそらく夏休みを迎えてですね、まあ、勉強しているなり遊んでいるなりいろいろされていると思うんですけれども、まあ、せっかくねこの夏休みシーズンなので、まあ、受験生というよりは、まあ、中学生の方とかあとは高校 1,2 年生ぐらいの方までがよくね勘違いしてしまいがちな大学受験のいろんなねポイントを5個お話ししてみたいと思います。まあ、少しねちょっと厳しめな話も入ってきますので、まあね、今日ね、今これ僕が言ったことがもしね自分に当てはまってしまったとしてもですね、そこで落ち込まずね、明日からもしくは今日から一生懸命ね勉強をスタートしてもらえればと思います。ではまず第1個目、学校の勉強を頑張っていれば大学受験でどうにかなるね。これよくある勘違いですね。いわゆるですね、大学受験の勉強と学校の勉強っていうのは全然違います。まあ、どれぐらい違うかというと、正直ですね、皆さんが中学校で勉強していることとそして高校で勉強すること、まあ、もし中学生の方だったら小学校で勉強していることと中学校1年生とか2年生で勉強すること、それぐらいもしかしたら違うと思ってもらってもいいかもしれません。まあ、厳密に言うとね、大学受験は範囲としては同じことをやっているんですが、やっていることのレベルとか求められる難易度が全然違うんですね。で、皆さんが行きたいなって思ってるような、まあ、有名大学とか難関大学、そういうところに一般受験で突破をするという意味では、正直学校の勉強はいくら一生懸命やっていても全然当てはまらないというケースが多いです。実際私自身も、まあ、高校生の頃はね、一応東大に一番合格者数を出している開成高校のところに通っていましたけれども、正直じゃあ学校の勉強が、ね、大学受験でそのまま適用できたかというと、ほとんどの場合そんなことはなくて、もちろん学校の勉強が基礎とか土台になったという点ではまあ真実なんですけれども、そこにプラスアルファでちゃんとね受験勉強していた、まあ、人によっては塾に行ったり人によっては自分で勉強したりしていたからこそ、まあ、大学受験を突破できたというのが真実であって、学校の勉強だけやっていれば受験がどうにかなるというのは正直ね、まあ、勘違い甚だしいと言っても過言ではありません。ただ皆さんが通っている学校の先生ですね、学校の先生は結構ね学校のことしっかりやっていれば受験でも合格できるぞって言うんですけれども、まあ、実際大学生に、ね、なった人に話を聞けば、まあ、ほぼ 99% まあ、学校の勉強だけでは足りなかったとおっしゃっていますので、まあ、正直ね学校の勉強だけで十分だぞって思っている方がいたら、ちょっとね黄色信号を自分の中でつけてあげるといいかもしれません。はい、ではよくある勘違いの2つ目なんですけれども、さっきと逆ですね、塾予備校に行けばどうにかなると思っている、これもよくありますね。もちろんね僕自身も塾をやっていますし、世の中にはね塾たくさんあります、予備校たくさんあります。で、まあ、そういうところからね、まあ、どこか選んで、まあ、通いさえすればね、まあ、なんとか大学いいとこ行けんじゃねえかって思ってる人もいるかもしれませんが、正直全くもってそんなことはないんです。なんでかというと、例えば中学受験とか高校受験は塾に行って結構塾の中でたくさん勉強してたってことあると思うんですよ。例えば授業の途中にね、じゃあこの問題解いてみてって言われて、まあみんなでね競うように数学の問題解いたりとか英語の問題解いたりとかやった経験ある人多いと思うんですよ。なので、まあ家のね勉強時間はそんなにたくさん取っていなかったけれども、とにかく塾に行きさえすればその中である程度完結してくれて、まあどうにかね受験も突破できたって人、正直に世の中的には多いと思います。まあもちろんね、まあ名門の高校とか中高一貫校ね、難関高校とかに、行った人はね自分の家でも一生懸命やっていたと思うんですけど、ただ世の中の大半の、中学生の方とかっていうのはほとんどね家で勉強しなくても塾でどうにかしてくれるってケースがあるんですよ。ただ大学受験は全く違うんですね。実際大学受験は中学校とか、小学校の頃とは全然違って、高校のことを勉強してそこで授業の中身を理解するのにぶっちゃけ一苦労かかるんです。中学校の時って授業の内容というか、いわゆる教科書範囲ですよね、これを理解するのに苦労して苦労して苦労して仕方なかったって人、まあもしかしたら数学の一部とかでいたかもしれませんが、正直そこまでではなかったと思うんですよね。やっぱり結局あんまり授業ちゃんと聞いてなかったからとか、ちゃんとね宿題を解いてなかったから、なんかね三平方の定理がよくわからんとかね、なんか掃除とか言われてもよくわかんないみたいなことがかもしれないけれども、まあそれなりに塾に行って習えば基本的なことは、それこそ公式を使って問題を解くぐらいのことはできる人が多かったと思うんですよ。ただ大学受験の場合、まずそこに至るまでにかなり労力が割かれるので、例えば塾に行ったからといってその一通りの範囲を学ぶのに精一杯で、演習とかね問題をどんどん解くみたいなことは自分でやってねって塾がとても多いんですよ。なので正直塾に行ったからといってそういうところまで全部担保してくれるケースってありません。うちの塾でもねその進捗管理をしたりなんだりとかしますし、まあ実際ね LINE の報告とかで、まあ、強制力を担保してね勉強進めようねとかやったりしますけれども、でもやっぱり結局
は自分自身でやってもらわないと成績は上がらないっていうのはいつも僕動画で言ってる通りで、これはね、うちの塾がじゃなくてどんな塾でもそうなんです。なので、必ずね、塾に行くのは別にいいですよ。いいんですけれども、塾に行ったから安心じゃなくて、自分でちゃんと勉強を進めたからこそ、まあ安心ってことはないんですけどね、前に進んでいくんだ、成績が伸びるんだと思ってもらうのがいいかなというふうに思います。はい。で、よくある受験の勘違い。三つ目。部活が終わってから進めればどうにかなる。まあ、これね、よくある間違いなんですよね。もちろんね、世の中には一定数、本当に勉強に対するポテンシャルがめちゃめちゃ高い方っていうのもいて、そういう方の場合ね、高校3年生の夏休みとかに部活をやりきって、ね、秋ぐらいから勉強して、まあ、もしくは夏前ぐらいに引退して夏休みから勉強して、まあ、いわゆるね、有名大学難関大学に受かっちゃうって人がいるということは否定はしません。ね、否定はしないんだけど、ただ多くの生徒さん、はっきり言って僕の体感 98% から 9% ぐらいの生徒さんっていうのはそれじゃ間に合わないんですよね。そうするとどうするかというと、志望校のランクを下げて、まあ、現実的な大学に進学をするということになるわけです。当たり前なんですけど、受験勉強って本当に3年間丸々勉強する人もいるし、場合によっては中高一貫校に通ってね、中1の 頃からめちゃくちゃね、先取りの塾に通って6年間の集大成で勉強してくる人もいるわけです。そういう人に対して正直ね、高校3年生の途中からね、そういう人よりもそもそも勉強してない段階で勝負を挑んで勝てる、そんなわけはないんですよ。ただね、別に僕は人生全員が全員ね、ほんと受験に集中して精神を全部捨ててみたいなことは思ってません。だから別に、ね、自分の志望校、身の丈に合った志望校を決めて、それでね、残り半年間勉強する。それが僕の受験勉強だ。僕は全然いいと思います。はい。むしろ応援したいぐらいなんですよね。ただ、よくあるのはね、やっぱりこう YouTube を見ていたりとか、最近はネットがすごいね、普及しているので、そうネットとかを見てね、〇〇大学以上じゃなきゃダメだみたいなことをね、思い込んでしまって、自分の今の現状とは乖離したような志望校しか大学受験しかしないっていう人も結構多いんですよ。でそうすると、もう自分の頭の中に凝り固まった、なんとか大学以上みたいなのが勝手に先行しちゃって、で当然現役でも落ちるし、浪人しても勉強に身が入らなくて間に合わなくて結局落ちるしみたいな、そういう受験生の方がやっぱバレにいるんですよね。だから、別にね、自分が、ね、部活を一生懸命やりたいんだと。ね、別に僕は勉強に部活優先で、ね、人生計画でそれでいいんだという人はね、部活を一生懸命やってもらって、そこから現実的に受かるところを目指す。僕はそれでも立派なことだと思うんですよね。部活をやりきることだって別に悪くないしね、半年間だって勉強一生懸命やるってことは僕は偉いと思いますからね。ただ現実問題として今の自分の成績と乖離したところをね、目標とするのであれば、正直高校1年生とか2年生の頃から勉強をスタートして一生懸命やらないと、正直かなりね、遠い道のりですよっていう話です。じゃあ具体的にどんぐらい勉強すればいいのって話はね、メインチャンネルで散々していますので、ここで言いませんけれども、実はね、まあ、3000時間とか3500時間とか結構ね、有名難関大学に行きたいという方はね、時間かかるよということはね、知っておいてほしいなというふうに思います。はい。じゃあ次にですね、よくある勘違いの4つ目なんですけれども、参考書を買えば成績が伸びると思ってる人ですね。これね、よくあるんですね。はい。というのは、やっぱり参考書って、やっぱ難しいし、まあ、やっていくと、すごい時間が溶けていくんですね。やっぱり皆さんね、大学受験、さっきも言ったけど、大量のことをやらないといけないので、参考書の一冊一冊も、とてもね、ボリュームがあり、そして最近特にね、まあ、ここ数年出てくるような参考書は、いい本が多いです。説明も丁寧だしね。だけど、よくあるのはね、やっぱりその参考書を買って、やらないまま受験を迎えるって人は結構多いんですよ。で、例えばね、まあ、自分がね、受験勉強するにおいて、じゃあこれをやりますって買いました。でも、実際、模試とかの成績が返ってきて、あ、今こんなことやってる場合じゃない。こっちやんなきゃいけないってことになって、別のものをやる。それでたまたまもうこの一冊はやらないと決めた。それならば別にいいんです。ただ、結構受験生でいるのは、なんとなく買ってきました。それで、まあ、一応ね、読むんですよ。パラパラ読んで、ああ、そういうことなんだ、ふーみたいな。それで終わりみたいな人は結構多いんですよ。当たり前なんですけど、参考書だろうが、教科書だろうが、問題集だろうが、一周やっただけで、それが完璧になる人なんていないんですよ。もしそれがね、皆さん完璧にできるんだったら、ね、東大でも理三でもすぐに受かるわけです。そんな人はほとんどいません。てか、もうゼロと言っても過言ではないかもしれない。正直、やっぱりね、優秀な人であればあるこそ、同じ問題集とかね、同じ参考書、教科書を何度も繰り返してやってるんですよね。で、やっぱりその繰り返しが足りないと知識が中途半端になったり、理解が中途半端になって、やったはずなのに解けないということが増えてきます。で、一番の問題はここなんですよ。大学受験というのは、確かにね、範囲は膨大なんだけれども、ね、合格するのに必要な知識というのは、やはり一定程度にちゃんと限ってもらえてるんですね。ただ、一回問題集をやったにもかかわらず、それが完璧になってないから、実際入試問題本番で出た時に解けないってケースがほとんどなんですよ。まあ、ぶっちゃけて言ってしまうと、例えば日東駒線、清清明学、マーチ、もしくは三金交流、そしてカンカン同立、このぐらいのレベルの受験をね、したいよって人の場合、まあ、とにかく基本的な決めたね、まあ、うちの参考書とかでも紹介しているものをしっかりやり込んで何週もやってもらえれば、
ちゃんとね、合格するぐらいの点数は身につくようにできてます。正直、いい問題が多いです。僕から見てもね。いろんな大学入試まで見てるけど、いい問題が多い。うん。ただ、やっぱりね、なんとなく参考書をふわってやって、熟語帳一冊をふわってやって、なんか覚えたっぽいとかで、ね、やっぱ流しちゃうと、あれこれや、できてたはずなのに解けないなみたいなのが必ず出てくるんですよね。で、それが一番もったいないし落ちる理由なんですよ。要は一回勉強したのにそれが解けてないってことはその時間を捨ててしまったのと一緒なんですね。で、つまりその一回しかやっていない問題集をやっていた時間を積み上げていって、下手したら500時間とか1000時間とかってなってしまったら、それを皆さん勉強時間として放棄している、捨てているのと一緒なんです。だったら、やる参考書は半分でいいから、2回3回繰り返す。それで確実に今書いてあることは自分はできるようにしたぞっていう方が、よほど大事ですから、必ずね、一回やって終わりとか、買って終わりじゃなくてですね、何度も何度もやり込んで、成績アップを目指していってほしいというふうに思います。それでは、最後ですね、5つ目、よくある勘違いなんですけれども、YouTube の動画を見て勉強した気になっている人ですね。まあ、実際私もね、YouTube やっておりますので、まあ、あんまりね、ちょっと強く言えない部分もあるんですけれども、ただね、今の時、まあ、YouTube とかブログとかネットでいろんな情報がたくさん入ってきます。場合によっては、こういう受験の仕方だとちょっと有利だよとか、ね、ここってもしかしたら穴場かもしれないよとか、なんかちょっとお得っぽい情報とかも、YouTube とか、まあ、インターネットで調べられる状態になってきてますね。で、そうするとね、受験生の方の中には、ね、その勉強計画とかね、学習スケジュール法とかっていうものを見て、なんか勉強した気になっちゃう方いるんですよ。正直さっきの参考書買ってそのまま放置しちゃう人と同じメンタルだと思いますね。で、やっぱりそういうだけの人は、大体ね、失敗します。ね、やっぱり途中で気づいて自分の手を動かす時間を一番に取らないといけないっていうことをね、より自覚してですね、まあ、取り組んでもらうというのは僕はね、大事なのかなというふうに思いますね。まあ、もちろんね、受験生なので余暇時間多少あってもいいとは思うんですよ。ただ1日にね、本当に15分、20分、30分ぐらいね、どうしてもね、見たい YouTube だけ見る。まあ、それぐらいだったらね、もしかしたらいいかもしれない。だけど基本的にはね、勉強が優先ですから、やること、決めさえすれば、YouTube を見なくたって、受験には受かります。はっきり言ってね。うん、なので実際ですね、もしね、YouTube をやめることができないのであれば、携帯電話を親に預かってもらうとか、そういうことをすべきだし、YouTube をたくさん見ても結局方針が決まらないんだったら、思い切ってどっかの塾にね、入ってしまって、そこでしっかりと計画を立ててもらって、もしくは自分で一緒に立てて、それでね、勉強を推進してしまった方が、はっきり言って成績が伸びますから、YouTube を見てるだけでもしね、満足している方がいたらね、ぜひね、本当の意味での勉強をスタートしてほしいというふうに思います。はい、というわけで今回は、まあ、せっかくのね、夏休みなので、大学受験でよくある勘違い5選ということでお話をさせてきました。まあ、他にもね、いくらでもまあ話はできるんですけれども、今回はね、この5つ、まあ、本当に基本的なところに絞ってですね、お話をさせてきました。まあ、ぜひ皆さんこれを参考にして、ね、いい夏休みを過ごしていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。